気持ちよすぎる。こんなにもう家にさずっとおったからさ、何この気持ちよさ。もうシートベルトしてるで。文句言うからほらしてんのちゃんと。ずっとあかん。もうだってさ、もう今屋上あの辺のベランダにおる人と目あったもんな、こんなんやってる人。え、恥ずかしくない？恥ずかしくない。もうほんま外国人観光客にしか見えへん。今日はちょっとバスに乗って、このオープンのバス、なんと貸し切り、もう誰もおらへん。そう。そう。今日は特別にそう、その外に出て、まあ、今までずっと家におったから外にいる状態で、うちのマネージャーに説教を受けようかという企画ですね。浅草通りに差し掛かってきたところで、まず一つ、今回誰に対するご不満ですか？私に？てか俺ほんまいい子やからさ、俺ほんま業界では評判いいねんだよ。そうなの？そうやん。そうなの。マネージャーを褒めてるけど。評判いいと思うよ、めっちゃ真面目っていう。それは嬉しい。何があんのよ。でも気分屋さんなので。気分屋さん？うん。毎日気分が変わるので。今日はやっぱり動画撮りたくない。今日はこのネタをやっぱり撮りたくないって言って周りを混乱させるっていうのが。違うねん。違うねん。言い訳が早い。違うねん。アーティストやねん。アーティスト。俺が今まで伸びてる動画あるやんか。こう伸びてる動画をな、自分なりに分析したところ、今日はこれ話したいって思って話したやつが伸びてんねん。そりゃそうよ、やる気があるっていうか、なんか事前にあれを話そうねって決められて、なんか数週間経った後で撮る動画ってなんか何やったっけみたいな、なんかもう熱がないのよね。でマイケル・ジャクソンと一緒やんな。前アレちゃんも言ってた、マイケル・ジャクソンのアーティストやから、もうやっぱりその時に全てやりたい自分の欲望をパーってさらけ出してやる子が視聴者にも伝わる。マイケルの熱を持ってやればもちろん動画で、あとその動画撮りたくないとかって朝 LINE すんねん、マネージャーとかに。もう今日ちょっと機嫌悪いって。それはじゃあ、それはなんか表明のつもりだってさ、何も言わんと現場に来てさ、不機嫌なのとさ、事前に今日不機嫌やれって。私の話やろ。あれちゃん、そう、何も言わんと不機嫌だけど。あ、ちょっと待って、雷門ってことはさ、あれおるんちゃう、エロいやつ。エロいやつなんていうの、人力車よ。人力車エロいの？人力車エロいよ。人力車のお兄さんって一番エロいからな。あったほら、あ、いるいる。ね、嬉しい、ちょっと。あ、ほら、夏やから人力車のお兄さんたちもちょっとはだけてる率が高いのよ。どこ見てんの？どこ見てんの？英語の英語で人力車ものってあるからな。うんこ見るとスカイツリーめっちゃすごいいいやん、これ。もう東京って感じよね、すごい。ちょっとあれちゃんの悪口ここで言おう。やめてやめて。じゃあこういうね、綺麗な景色なの。やめて、綺麗な景色なのに。うんこのこのビルの朝のビルで。あれちゃんはよく遅刻するんですね。なんでそんな、でもそうやんな。ただ遅刻してその後コンビニで何か買えば許してくれると思ってる。そうやね。うちね、確かに遅刻して、でコンビニなんかいるって。しかも悪質なのが、そのコンビニで買い与えてることによってチャラになったと思ってるやん。で後日でもあれちゃんよく遅刻するからなーって言ったら、遅刻したことないしって言い張るね。遅刻したことないって言い張るっていうのもね。なしになるんじゃなくて。そんなになるの？なんかそこの写真やな、ちょっと。でも最近はね、ちょっと頑張って、ちょっと減ってきたからな。あとなんていうの、その言い訳が堂々としすぎてるというか、なんかなんで遅刻したんっていうのを言うやんか。そしたら、家を出たのが遅かったのっていうの、それはお前が悪いよなって、なんか嘘でもいいからさ、電車止まってたとかさ、乗り換え間違ったとか嘘つけるやな。もうでも開き直っちゃってる。そうそう、堂々と家出たのが遅かったからねっていう、本当のこと言った方がいいかなってめっちゃ反省してる。あ、反省してる。いるなんかもの、あ、もう大丈夫見て、もうめっちゃ目の前と、すごくない？スカイツリーがすっごい目の前なんですけど、こんな隣を通るのね。俺あれ登ったことあんねん。上に行くやんか、ここに2000円ぐらいかかって、さらにもっと上行くのもっと2000円かかるからさ、すごいよね。お金払えば払うほど上に行けるっていうパターンまあやっぱ現実世界っていう感じよ、ほんまに。すごいね、綺麗な。そんなスカイツリーの下で、おスカイツリーの下で、はい、2人 YouTube の企画会議を毎月やってますよね。やってるやってる。1ヶ月に1回なんか集めさせられて、一日中話させられる。話させられるって無理やりみたいな感じになってるから。話すねん。そう、何する何するみたいな。1人10個なアイディア考えてこいって言われてね。みんなでアイディアを考えて組み合わせてる。大体普通のっていうか、大体 YouTuber さんが1時間少しで終わるんですが、2人は大体3、4時間必ずてか、丸1日よね。かかるのでそうやな。だってさ、むしろそれ3、4時間で終わる YouTuber たちはさ、何なのって感じだよ。話すことない。何をお話ししたのかなって思うよ。でも、まあ、休憩挟まず3、4時間なので、この間みんな瀕死状態になったっていう。あー、でも確かに俺は全然瀕死じゃないけどな。俺全然死にかけてなかった。あれもちょっと死んでたよ。そう。死んでた。途中で寝てたもんさ。でもさ、1時間で1ヶ月分の企画とか決められへんやんか。うん、そうやな。だから全然かかるよ、そりゃ。まあやっぱり本当になんかどういう風に撮るっていうのをなんかしっかりと考えたいから。それよりも問題はさ、それで3、4時間かけて決めた企画やることほとんどない。そうそう。結局その日にやっぱ今日違うの撮ろうって何撮るみたいなことを常にやってる気がする。やっぱその時に考えてた時は熱意があんねんけど、いざ撮るってなったら、まあでもちょっと今日はその気分じゃないよなって。だからなんかおてんば、どうしましょう。おてんばかわいいやろ。じゃあ最後に涙が出ちゃう。他何子だろ。やめろや。もう全然話を聞いてないから大丈夫かな。楽しくなったもん。テンションが上がってる。こんなに天気に恵まれて。天気の子。いい天気だけどね。誰の子。とにかく下ネタが多すぎても編集がすっごく大変で。それは覚悟の上やんな。カット結構したのに。それでもやっぱり多すぎて、そうあれ精神的苦痛。精神的苦痛ではないけど精神的苦痛また謝罪せんとあかんやん。なんか謝罪の動画撮る時は謝罪の動画になってまう。どんな、何の下ネタが一番きつかった？言うてみこれってこと言うてみよ。わからへんやんな、こっちも。何を言ったっけ。何のワードがあかんかったら言うてみよ、ほら。何だっけ。一番良くないなと思ったら何。ほらほら。ピー入れてくれる。ほらほら、もちろんピー入れるよ。マッコ。とうとうマネージャーにも言わせた。嬉しいね、なんかもう一回言って。やだやだ。いやなんかもうでも俺思うねん、そのワードって何があかんの。そうなんでチンコ言うのに。俺なら調べたら本読んだねんけど、江戸時代はみんな普通に言ってたねんって、チンコと同じぐらい。それを勝手に欧米のなんかその思想で言ってはいけないみたいになったけど、別に女の方のそのものもさ、別に立派なものだと思うよ、私は。そうよ。それをそんなにみんなになんか変に神聖なものにしてね、なんか扱いづらいものにして、私はそれにね反対して生きてるの。反対してきてるだからこれからも堂々とって言っていこうと思うし、まあ、テレビでは言いません、ね、なぜならもう降板させられるから大問題、スポンサー様がお怒りになる。でもまあピー入れたらいいし、生放送で言わんかったらいいしだってさ、逆にそれ人口差別じゃん。人口差別だと思う。あれちゃんは人口だからでもいいやんな、それ。視聴者のみんなもそれでいいやろ。見てもだって後ろ立派なチンコ映ってんで今ほら。日本で一番立派なチンコよ。一番でかいやつ。すごい。ね、ちゃんとね先っぽがもこってるパターンのパターンでございます。元気が出るね。お、見てほら。ちょっと待って。